はい、どうも、星音です。超ゴマパレードが来ましたので、引きたいと思います。まあ、チケットと、まあ、いろいろ石を貯めて350個で、まあ、1周、もしくは2周、ね、やっていきたいと思いますって言ってね、まあ、それでも、超ゴマ始まった瞬間に11連引いちゃってるんで、まあ、1周っても44連。で、2周したら、合わせて99円かな?なんですけどね。まあ、とりあえずやる前にパンドラの性能を見ていきましょう。まずは進化。まあ新しい感じのリーダーですね。まあ単の時にまあ700の特殊を出せるっていう感じなんですけどね。まあ僕はパッと見マフィリでいいんじゃないかって思っちゃうんで、まあ特殊出せるって言うんですけど、まあマデッキなんてね、暗黒には大体勝てないんで割り切った方がいいと思うんで。で、同じような性能とヌラリとかメフィストがいるって言われてるんですけどね、僕的にはこう同じような性能だと学園アズリエルですかね。あっちもマターの時に、すべて魔属性の時に700の毒ダメージっていうオーラスキルなんですけどね、リーダーで。まあ向こうのね、学園アズリエルの方はアタックが1250以上上になってくれるんで、罠より高くなってくれるんですよ。その点って見たら、まあ学アズも使えるかなって言うんですけど、まあ こっちのパンドラの方がね、学アズより300ちょっととか400ぐらい体力が高いんで、まあそこが差別化されてるかなっていう感じですね。まあ毒がいいか特殊がいいかっていう感じの、まあ当たったらいいなっていうような感じで。次、10日の方ですね。うん。この1209周の500ずつ上昇で最大2400になって、コンボがホーリー1600特殊と2000回復。コンボはめちゃくちゃ強いと思うんですよ。この1600ダメージ与えながら2000回復できるっていうのはいいと思います。まあ、ただスキルなんですよね。実際1200から溜まって500ずつで2400吸収、最大チャージまでいった吸収できたら強いんですけど、まあ、チャージするのに3ターン、最大で3ターンかかるっていう。まあ2ターンでもね、2200で打てるんでいいと思うんですけど、やっぱりね、バフォメットとかがいるんで2ターンとかで溜まってくれたらいいなと思うんです。思うのと、このね、これ一番最初の分ですよね。神駒が10枚以上って。マジで神10枚のデッキなんて今そんなないですからね。本当に、メフィストもアポロンもヌラリも多分マデッキで構成されてると思うんで、基本あんまり神のアポロンとかもシーズンマッチやっててそんな見ないと思うんですよね。それで神10枚で構成されてるデッキなんて、もうなんかシエンティアとか、毒オーラのなんかそこら辺の気がしますね。だからこのコマが出たから神アポロンを作ろうかなって思う人もいるかもしれないんですけど、そんなことするんだったらね、マナアポロンにして金マトゥールラビーナス入れた方がいいんじゃないかっていう。まあでも未知数ですよね。これは使ってみないとわからない。もしかしたら使ったらめちゃくちゃね、神のアポロンとかが強くなるかもしれないし、まあ他のね、こう紙デッキを作る人がいるかもしれないんで、まあこれはね、今後に期待しましょうっていう題で感じの駒ですね。まあ基本性能だけ見るんだったら、まあ年始まで石を貯めてもいいかなっていうね、そう引きたく引こうか引かないか迷ってる人がいればなんですけど、まあイラスト面はね、100点です。めっちゃ可愛いです。ロスかネシさんですかね、が書いてるんですけど、まあ両方可愛い。進化前も可愛い。うん。イラストだけで見るんだったら引く価値は満点。まあそこら辺はね、性能とかの話はこれまでにして引きます。まずは松パックのチケットから引かせていただきます。松パックのチケットはね、いい感じに欲しいコマが出たのはね、エルロージュ以来。エルロージュの時にエルロージュをチケットから出して、それ以外の時はほぼ被りだったんで、まあここでパンドラとかこう1枚しか持ってないコマとかを当てたいですね。うん、さあ来い。で、僕、超ゴマで未所持なのは今のところパンドラと奥に、パンドラっぴー!ミュース。まあまあまあ、運営さんありがとうございます。まあね、ここはね、予定です。予定調和。松パックには期待してないんで、こっからね、11連。まずは引いていきましょう。いきまーす。まあ、言わずもがなパンドラを当てたいっていうのと、僕ね、大国主まだ一体も持ってないんですよ。こう見えて。マジで大国が出ない。他のコマは出るのに。なんでだよ。はい、いきまーす。はい、爆死でーす。爆死はスキップしまーす。ははー。いやー、最初から爆死っていうのはね、幸先が不安でございます。さあ、超ゴマ出ろ。よし、虹入った。あとはね、被ってないコマかって、一体所持なのがスティーリアと、トゥールラ。あと、バホメットとか。ですかね。
さあ何枚？ 1 枚、2枚と。はい、勝ちでしょ。ファンドラカモン。ふい、ふい、来たー。まあ、一旦当たったらな。パンドラはね、10日の方ですか。じゃあ10日から使えますか。まあ、一旦当たってくれればいいですね。44連で終わりにしよっかな。当たっちゃったらね、もうなんか、いいかなって思っちゃいますよね。まあ、ここで2体目当てるか。うん。まあ、実際スティーリアね、今進化でね、マナグリで使ってるんで、あの、10日の方もちょっと使っていきたいなと思うんですけど、ちょっと出てほしい。はい、1枚。1枚と。さあ、止まっちゃう？さあ、どうですか？プッて。誰？あ、除雪です。除雪、除雪。じゃあ、サービス引きまーす。さあ、どうでしょう？最後になるか、ならないか。さあ、いけ！あと、リュミエットも1体しか持ってないんだったな。リュミエットもちょっと、進化の方で使いたいんで、おし、ブルッタ。ブルッタじゃないな。音が鳴ったので、S5 まで出ますね。何枚？ 1 枚と。まあ、ここで終わらせます、僕は。うい！うわ、2体来た！おっしゃー！神だー！すいません、皆さん。僕はここで撤退させていただきます。今回はマジで引きが良かった。はい、ということで、まあ、石に200残ってるんですけど、まあ、この一周で終わりにします。パンドラ2体揃うことができたんで、まあ、動画で使っていきたいと思います。ということでね、皆さんも超ゴマ、いいゴマが当たるといいですね。ってことで、今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。